ここからは明日行われる2歳新馬の調教動画をお届けします。合わせ馬の左側ですね。かなりスピードに乗せた早い段階からそういう形でラップも11秒台が2つ続きましたけれども、さすがに最後は辛くなったかなという感じ、いっぱいに動かしましたけどもね、だいぶ成長が見えるという走りですね。これを叩いてからの上積み、これが感じられそうですよ。一週前に早い追い切りを消化して、今週はね、なんか感触をつかむというか、少し負荷をかけるだけという感じですね。メンタル的にやや危うい部分があるのかもしれません。まあ直前はこういう感じ、馬体もある程度できているということでしょうね。落ち着かせるというのが主眼のような最終調整かと思います。そうですね、このも最後まで楽に走らせたという感じです。行き出しからもうトップスピードに乗ってしまいましたんでね、あとは手を動かさずにそのままスピードに乗せたという、こうラスト400のところですね。ただ11秒台を3つぐらい続けた後みたいな感じですから、最後はさすがに13秒とかかりましたけれども、このタイムは2歳馬としたら相当優秀な内容ですね。はい、合わせ馬の左側ですね。自然な格好で来ましたけれども、二波の目11秒7があって、ここでトップスピードに乗ったという感じですね。ただまだ動かさなきゃ動かないというような感じのところは多少ありますんで、このままもこの追い切りの後の変わり身、ここに注目するというところでしょうか。まあ内容としたらまあまあです。合わせ馬では行えましたけれどもね、最後まで自然体という感じです。頭が高くて気象的にはかなり激しいところがあるようなんで、動きすぎるというのを警戒したというところでしょうかね。体の方はある程度できてますから、メンタルのコントロール、これをどうしようかというところに主眼を置いた調整だと思います。合わせまでかなり最初から馬を動かすという形で進んできましたけれどもね、なかなかラップが上がってこないという感じ。フットワークなんかもまだ力感が足りないんでね、成長途上というところですが、まあ現段階ではこれで、はい、よしという感じの調整だと思います。出だしの息っぷりは気持ちも入ってね、鞍上がそう追うこともなくいい12秒台前半のラップを刻んできましたけれども、ここからまだもう一つ気持ちが出てこないという部分があるかもしれませんね。最後は少し無知が入った上で、13秒ですから、早いラップの継続性、気持ちの継続性というのが一つポイントかもしれません。あまり大きい馬ではないんですがね、最初からかなり鞍上に強いられてという形ですね。真面目さを植え付けようというような意図があります。ただ前半部分早い段階でラップはいいものを刻みましたんで、まあ最後は本当に少し足が上がり気味ですけれども、まあこれがまだ若いということの証明かもしれませんね。運動量としては十分だと思います。明日のレースの予想にぜひ役立ててください。